もくおいしいきのこ、今日もみんなでクッキング。本日のレシピは、食欲の秋におすすめ、こっくりうまい鶏肉と秋野菜のきのこ炒めです。それではレッツクッキング。今日の食材はこちら。エリンギ一袋は長さを半分にし、食べやすい大きさに切っていきます。ぶなしめじ1/2袋は根元を切り、小房に分けていきます。さつまいも 50g は半月切りにし、水に5分ほどさらして水気を切っていきましょう。レンコン 50g は皮をむき、半月切りにしていきましょう。鶏肉 150g は一口大に切り、塩小さじ4分の1を振っていきます。塩を振ることでお肉の臭み消しと下味にもなりますよ。5分ほど置いたら、キッチンペーパーで水気を拭き取り、片栗粉大さじ1をまぶします。片栗粉をまぶして焼くと旨味を閉じ込め、調味料も絡みやすくなりますよ。フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、さつまいも、レンコン、鶏肉を入れます。蓋をして加熱をし、裏返していきます。焦げつかないように様子を見て火加減を調節してください。きのこ類を加えたら、蓋をしてさらに5分加熱していきましょう。ここで今日のポイント。さつまいもやレンコンなどの根菜はじっくり蒸し焼きにして甘みを引き出しましょう。きのこは火の通りがいいので、後から加えるのがポイントです。食感を程よく残すことができますよ。続いて蓋を開け、火加減を中火に上げます。水分を飛ばすように炒め合わせていきます。そこに混ぜ合わせた調味料を回しかけ、さっと混ぜていきましょう。味がぼやけないように水分をしっかり飛ばしてから調味料を加えましょう。塩コショウで味を整えていきます。器に盛り付け、小ネギを適量散らしたら、こちらで鶏肉と秋野菜のきのこ炒めの完成です。ほくほく甘い根菜にジューシーな鶏肉ときのこの旨味が相性抜群。冷めても美味しいこってり味なので、お弁当にもおすすめですよ。たっぷりのきのこの秋レシピで食欲の秋を楽しんでくださいね。皆さんぜひ作ってみてください。本日のきのこ図鑑、長野県中野市はえのきたきの生産量日本一のきのこ王国。産地がお届けする中野きのこ新聞にはレシピや産地情報が満載です。ぜひチェックしてみてください。今週も見てくださってありがとうございました。皆さんからのレシピの感想や作ってみたレポートなど、コメントもお待ちしております。それではハブアマッシュデイ、ご視聴ありがとうございました。きのこチャンネルならではのレシピをお届けします。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。もくもくおいしいきのこ、今日も